プログラム9番、田口よしの、あなたの影になりたい。曲名はベネズエラ民謡のあなたの影になりたいです。バンドネオンを習うために小川さんの元を訪れたのは13年前でした。3度の育児休暇を経て7年ぶりに復帰しました。初心を忘れない私は復帰するたびにドレミから始めるします。そのため13年経った今も初心者ですが、今後は一級を取るつもりはないので、バンドネオンのスキルも子供と同じように成長させていきたいと思っています。久々の発表会だと緊張して不整脈を起こしそうですが、小川さんと明さんと一緒に演奏できるのはとても光栄です。それでは約3分ほどお付き合いくださいませ。